めてくれ。この街で喧嘩運ならちゃんと相手を選べ。大金持ち歩いてる時は特にな。サスビラ切ったってタクシー捕まんないんだから。やだ、もういいから宅代出してよ。あ、じゃあさ、プラザのスイートでも取るよ。だから俺と朝までねね。なんだてめえ、いてんぜ。おい、ちょっと待てよ、こら。おい、てめえ、ぶつかっといて何しかとこいてんだよ。ちゃんと謝れっつんだよ。土下座しろ、土下座。おい、よしよ、よせ。ああ、え、そう。どうもすみませんでした。よ、頼んでおいた仕事どう？終わりました。ちょっと封筒が。このままでいいっすか？そんなこと気にしないでいい。むき出しだろうが金は金だからね。堂島組さんは仕事早くて助かるよ。はい、これ約束の1割。ご苦労さん。どうも。で、これは俺からの気持ちね。いや、それは取り半が常識のこのご時世、安い取り分でやってもらってんだ。普通なら本職の人にこんな安い額の取り立て頼めないからね。でも同年代のガキどもが万札ちらつかせてタクシー乗る時代に本職の君が金もないんじゃ様になんねえだろ。まあ、これは俺との初仕事を終えたご祝儀みたいなもんだ。取っとき。ありがとうございます。しかしバカに金貸しちまうと後が面倒でしょうがねえな。30万ポッチ捨てるのは簡単だが、回収しとかねえと商売としてのけじめがつかねえな。ええ、まあ
俺も長いことこの町で金貸しやってるからよくわかる。今の世の中、金の本当の価値が分かってるやつなんてほとんどいやしない。その点、学のない君の方が高学歴の若造よりよっぽど分かってる気がするんだけど、そうじゃない？俺には分かりません。それじゃあこれで。なあ、うちに来ねえか、兄ちゃん。君の腕っぷしならヤクザやるよりもっと簡単にもっと多くの金が稼げる。いい飯腹いっぱい食っていい女を好きなだけ抱ける。それだけじゃない、金さえあれば不幸な人間を幸せにすることすらできる。ヤクザは下積みが長え。手っ取り早くのし上がるにはうちに来て稼ぐってのもいい選択だと思うんだが。3年前にその言葉を聞いてればそうしてたかもしれません。けど一度極道になったもんは時間を巻き戻せない。それが答えか。ヤクザには誰かを幸せにすることなんてできないんすかね。さあな、俺はヤクザになったことねえからわからねえ。まあ気が変わったらいつでも連絡してくれ。じゃあ。ちっ、金貸しが偉そうに。めんどくせ。なんだよ、見てんじゃねえぞ。俺、おい、ヤクザじゃねえのかそいつ。バカ、ヤクザったって年も大して俺らと変わんねえ。どうせ下っ端だろ。お前らこの町に来んのは初めてか。え、だったらなんだよ。ここらはうちの組の島なんだな。カムロ町を歩き慣れている連中ならこの辺りでバカはしねえ。なんだと？ヤクザが偉そうに説教垂れてんじゃねえぞ。ああ、おお、相変わらず容赦ねえな。錦、おめえいつまで経っても来ねえから待ち合わせすっぽかされたかと思ったよ。逆だ、おめえがなかなか来ねえからこうやって時間潰してたんじゃねえか。暇つぶしに喧嘩って、おとなしくヘルスにでも行けってろ、ガキじゃあるめえし。興味ねえ。相変わらず硬いね。
まあいいや、とりあえず飲みに行こうぜ。久々にオールで付き合えよな。ああ、あの、ありがとうございました。は？いや、この度はどうも。お日柄もよく。行くぞ錦。しかしよ、お前も様になってきたよな。もういっぱしのヤクザだ。今日の取り立てももう済ませたんだろ。まあな。これで風間のおやっさんも少し安心するか。さあな、あいにく俺の取り柄は喧嘩の腕っぷしだけだ。お前みたいに器用じゃねえからな。何言ってんだ、こんなバカみてえな時代だぜ。楽しまなきゃ損だろう。少し頭使えや。風間のおやっさんが無所から出てくるのは年明けてからだ。それまでに俺も少しは器用になってくさ。へえ、ならまずそのみすぼらしいなりから変えてみな。お前もたまには50万のスーツでも着てみろよ。そうすりゃ世の中の見え方もちっと変わる。俺は服なんかどうでもいい。風間のおやっさんだっていつも地味な服着てんだろ。お前な、あの人は組の若頭、堂島組のナンバー2だぞ。あのレベルまで行けばそれでも通用するがな、極道商売にある程度見えが必要なんだよ。お前が最近車買ったのもその見えのためか。このこじゃれたライターも俺んだ。そろそろ返せよ。見え張りてんならケチケチすんな。お前も本当は分かってんだろ。人は車のエンブレムと着ている服のブランド、そしてこの堂島組のダイモンを見て素直に言うことを聞く。ヤクザは見え張ってなんぼだぜ。そんなもんか。そんなもんさ、肩気のくせしてアコギな商売するやつに借りた金で遊びまくるバカ。この町の連中に人の内面なんて見抜けやしねえ。やつらにとっちゃ外見が全て。ちっ、分かった、もういい。それより飲みに行くんじゃなかったのか。おうおう、そうだったな。よし、たまにはピンク通りにでも行くか。あの辺りにいい店があるんだ。相変わらず品のねえ町だよな。だから人が集まってくるんじゃねえのか。最近の景気で金持った欲の塊みてえな連中がな。そいつらが酒やら女やら欲しがって集まる場所なんだ、この看護所って町は。なんだ、不器用なりに一応分かってんじゃねえか。見直したか、錦山君。よう、なんだあいつら。現役女子大生ホステスのまどかちゃんとゆいちゃんだ。はねえ、ポケベル鳴らしてるんだから電話してよ。今度いつお店来てくれるの。今日、後で顔出すよ。本当に。なんだよ、俺の言うこと疑ってる。うん、信じたいけど。そんなこと言うなよ。ほら、お小遣いだ。
てるよ。女ってのは器用なもんだね。ありがとう。じゃあまた後でね。待ってるよ、錦山君。いつの間にか大した顔じゃねえか、錦。お前さ、俺があの女たちにまんまと小遣いせびられたと思ったろ。けどそうじゃねえ。女とつながっとくことが大事なんだ。ん？いいか、組の上にいる兄貴たちは基本的に女にモテない。あの人たちは見るからにヤクザでございますって格好してるからな。それがなんだ。だから兄貴たちと飲むときいろんな女連れてくと、それだけで小遣いくれるし、俺の組での覚えもめでたくない。どうせ極道やるならどんな手使っても申し上がらなきゃ意味がねえ。違うか？なるほど、そうかもしんねえな。さあ店はここだ。今夜はとことん付き合ってもらうからな。お前この店にはよく来んのか？ん？これで二度目だけど。なんでだ？ボトルキープなんかしてるからよ。常連なのかと思ってな。ちまちまビール飲むより見栄えがいいだろう。店のもんに顔も売れる。俺は安く見られるのはごめんなんだな。なるほど、お前は偉いよ。確かに見栄ってのを大事にしてる。おめえもこの世界でのし上がりたきゃ少しは見習えよ。つってもおめえはそういうタイプじゃねえってことか。ほら、おやっさんの背中を追いかけてこの世界に入った。孤児だった俺ら拾ってくれたあの人のために。てめえの体張るくらいしか脳がねえ。いや、もしかしたらおめえは今のままでいいのかもな。ん？おめえが下で頑張って風間のおやっさんが出世すりゃ、おめえにも出世の目が出てくるかもしれない。そういうのし上がり方もあるさ。ただおめえは風間のおやっさんの子じゃない。堂島組の組員なんだ。おやっさん、なんで俺らのこと風間組に入れてくれなかったんだろうな。そりゃ堂島組の方が格は上だけどさ。よせよ、おやっさんに考えがあってのことだ。まあそうだな。よし、真面目な話はもうやめだ。カラオケでもしてパーッと騒ごうぜ。なあ。分かった。今日はとことん付き合うぜ。知らなかったぜ、おめえがあんなにカラオケ好きだったとはよ。バカ、そらお前がハメ外そうとか言うから仕方なく付き合ってやっただけで。嘘つけ。その割にはノリノリだったじゃねえか。普段から隠れて練習してるんだろうなあ。よせよ、そんなわけねえだろ。それにしても思いっきり歌ったら腹減ったな。締めにラーメンでも行っとくか。まだ食うつもりか。俺はそんなに腹減ってねえよ。まあいいじゃねえか、付き合えよ。天国圏でどうだ。しょうがねえな。わかったよ。
な。おい、なんだよ、全然食ってねえじゃんか。だからもう食えねえって言ったろ、大盛りなんか頼みやがって。情けねえこと言うなよ。それでも男が。昨夜11時ごろ、神室町の一角で発見された若い男性の変死体は激しい暴行を受けており、警視庁では殺人事件とみて付近を捜査中です。ただいま続報が入りました。若い男性の身元が判明したとのことです。死体で発見された男性は都内在住の会社員、栗原太一さん32歳。警視庁の調べでは、栗原さんは金融業者数社から借金を抱えていたとみられ、今後関係者から事情を聞く方針です。おい、キリュウ。ん？神室町で殺したと。よくある話だろうが。いや、お前昨夜の取り立て相手のこと結構痛めつけたって言ってたよな。こちらが栗原さんの死体が発見された現場です。ここって、は？俺が取り立てした場所だ。おいおい、お前マジか。いや、死ぬまで殴ったわけじゃねえはずだ。この場所は神室町で人がごった返すネオン街からわずかに裏道を入った先にあります。ビルとビルに囲まれて人目につきにくい、かなりいびつな空間という印象を受けますが、栗原さんの死体はこのわずかに残る更地に倒れていたとのことです。こいつ、もうやめてくれ。もう俺が取り立てたやつだ。おい、お前本当に間違いねえのか。はあ、何やってんだよ。取り立てで相手殺しちまうなんてよ。誰からだ、組か。ああ、早速呼び出した。事務所に電話してくれ。やっぱり今のニュースの件で呼び出されてんだよな。お前、まずいことになったな。いや、お前ももちろんやべえけど、これで風間のおやっさんの立場も危うくなる。何？この不始末につけ込まれちまうってことだ。どういう意味だ？お前や俺がおやっさんに拾われたってことは堂島組の人間なら誰でも知ってる。だからよ、俺らの不始末はおやっさんの責任にもなっちまう。だが俺がやっちまったことだ。おやつさんは関係ねえ。そうはいかねえよ。殺しとなるとことがでかい。多分おやつさんの後釜に座ろうって連中は間違いなくそこをついてくる。堂島組若頭補佐の3人とかな。くそ、そもそも半年前おやつさんが札にパクられたのもその3人の誰かに売られたって噂だ。なんだそれは。おやさんの仕切ってた賭場、周到に場所変えてたのにいきなり敵発食らったろ。ありゃ組の事情に詳しいもんが札にチクったとしか思えねえ。でそれが誰かって言いや、三人の若頭補佐の一人、クゼの兄貴だったって噂だ。クゼの兄貴がおやさんを札に売ったってことか。もちろん証拠があるわけじゃない。でもよ、その件でおやっさんが無所に行ってからクゼはえらい勢いついてる。火のないとこに何とやらだ。何しろ今は組に連絡するしかねえだろう。そうか、そうだな。分かった、俺はとりあえず知恵貸してくれる人を探してみる。すまん。
桐生だ。そっちで誰か俺のポケベル鳴らしたか。あ、はい、久世の兄貴に言われまして。桐生さん、すぐ事務所までお越し願いやす。実は若頭補佐のお三方が桐生さんをお待ちで。そうか、わかった。随分待たしてくれるじゃねえか。偉くなったもんだな。おう、キリュウ。申し訳ありません、クゼの兄貴。こんな昼間から堂島組の幹部をガン首揃えたお前を呼び出した理由わかるよな。カムロ町で見つかった死体の件ですが。やっぱりてめえか。こりゃゴルどころじゃなくなっちまったな。ねえ、クゼの兄貴。お前に取り立てを頼んだ金貸しから組に連絡があってな。金貸し？東郷クレジットの社長だ。あの社長に頼まれて仇ぶっ殺したのはおめえだろ。もっともあいつは自分のせいじゃねえって早速逃げ打ってやがったかな。たかが30万程度の小銭の取り立てで本性が下手打つとも思っていなかっただろうからな。はあ、ちんけな金貸しとはいえ同情するぜ。まあそんなことはどうでもいい。理由がどうあれ仇をやっちまったっつうことはどう幕を引くか。だがちょっと待ってください。俺は自宅出すんじゃねえ。安心しろ、仇ったって相手も借金まみれのクズだ。臭い飯7、8年食えばことは収まる。俺に捕まれたなあ。殺しの方はそれで女将と手打ちするとして、それより問題はあの場所からどう人目をそらすかだが。そうだな。面倒なことをしてくれたもんだ。あの場所ってどういう意味すか。とぼけんじゃねえわ。おめえが死体を捨ててった場所だ。おい、ゲリア。おめえ、よりによってなんであの場所でやったんだ。え？まさか、風間の頭の指示ってわけじゃねえよな。おやっさんの指示って、なんでおやっさんの名前が出てくるんすか？聞かれたことだけに答え！なんであの場所を選んだ。頭の指示じゃねえのか。え？それにチャカはどこで手に入れた。それも頭から渡されたのか。
ジャカ、一体何の話をしてるんですか。俺は銃なんか持ってません。この後に及んでシラを切りつもりってか。見つかった死体は痛めつけられた後、とどめに頭を打たれていた。殺はまだ公表してねえかな。本当ですか、その話。だったら死体転がしたのは俺じゃありません。俺は素手で奴を殴っただけです。本当です。もしその話が本当だとしたら、お前は誰かにはめられたってことになる。そうだな。間違っても俺は銃を撃ったりはしていませんと言ってるが、どうしますか。嘘に決まってんだろ。たくわらはぎしやがって。てめえみたいな下っ端はめて誰が得するってんだ。ああ、キリュウ、もう一度聞くぞ。なんでわざわざあの場所で騒ぎを起こしたんだ。金貸しからの指示だったんです。あの場所に相手を呼び出すから、少し痛い目に遭わせてから金を取り立ててくれって。今言ったこと間違いねえな。ええ、どうやら金貸しから話聞く必要がありそうだな。とはいえ、うちの組があの殺しに関係していたっつうのは事実だ。しかも場所は場所だ。このままじゃあっちの仕事に支障が出ちまう。どうするよ、クゼナ兄貴。答えは一つだろう。何が何だか分かんねえって面だな。ええ、例の死体が見つかったあの場所はな、あそこは通称空の一坪って厄介な土地なんだよ。お前ら下っ端は知らねえかもしれねえけどな、堂島組長から俺ら頭補佐の3人に命令が出てたんだ。どんな手使ってもその殻の一粒を手に入れろとな。殻の一粒。針の穴ほどの隙間もない繁華街に偶然できた一粒の空き地だ。それを親父が欲しがってる。親が欲しがるものを差し出す、それが子分の義務ってわけだ。だがその場所で仇の死体が見つかった。あの土地が世間の目を引いちゃ、地上げしようにも手出しが難しくなっちまう。ほんと困った話さ。ああ、それがおやっさんとどんな関係が。あの一坪にはな、別の意味もあってな。堂島の親父に差し出したやつにはとっておきの褒美が用意されてる。褒美。おう、不在の風間の頭の後、堂島組次期若頭のポストだ。つまりあの土地は俺ら頭補佐にとってただの一坪じゃねえってことだ。まあ最初はてっきり風間の頭とつながってるお前が俺らの邪魔するためにやったのかと思ってたが、その顔色じゃ何にも知りませんでしたって感じだな。ちょっと待ってください。それじゃ風間のおやっさんは、おやっさんはどうなるんです。さあな、
だが組の一大臣に無所にいるようじゃ頭は務まんねえだろ。おまけにだ、ガキの頃から育ててきた可愛い子分が理由はどうあれ仇をぶち殺しまったとあっちゃきっちりけじめつけねえとな。おやっさんは関係ない。それで俺も殺しはやっていません。そういうことは殺に言え。つってもヤクザの言い分聞くほど連中も暇じゃねえだろうな。殺には今日中に実施しろよ。それと縁故詰めとけや。お前も極道なら組長に挨拶しとかねえと筋が通らねえぞ。俺が来るのは宣告承知ってわけか。堂島組の桐生一馬だ。東国クレジットの社長に俺をはめた礼を言いに来た。うちの社長はあんたに会う気はありませんよ、桐生さん。じゃあお前ら半殺しにして会う気にさせてやる。この人数相手にあんた一人でか。ああ、こっちはいい加減爆発しそうになってさっさと道開けねえか、チンプレー。信じられねえ。まさかここまでたどり着くかよ。あとはあんただけだ、社長。じっくり話を聞かせてもらう。話？何の話だ。今さらとぼけだって時間の無駄だ。なぜ俺をはめた。あんたの目的は何だ。おい、近づくな。わかった、全部話す。だからちょっと待ってくれ。俺はあんたをはめる気なんてなかった。ただ人から頼まれた通りに動いただけだよ。あんたにあの場所で取り立てさせるようにって。そいつを頼んだのは誰だ。その人は、あ、クゼの兄貴。まさかあんたが俺を。何の話だねえ、社長さん。キリュウ、お前何やってんだよ。あ、殺に実施するように言ったはずだろう。寝ぼけたことやってんじゃねえぞ。ああ、やっぱちょっとなまってんな。現役の頃はガキのしつけなんざ一発で済んだんだがよ。社長さん、ちょっと外してもらえませんか。この若いのに説教しねえとなんねえもんでね。ごゆっくり。
ぞ、それ。いい機会だ。お前とは一度腹割って話してえと思ってたからよ。おめえと錦山は孤児なんだってな。風間の頭がやってる施設の出なんだろう。確かひまわりとかいう養護施設だ。極道なんてまともに育ったやつの方が少ねえ。孤児だからって恥じる必要はねえぞ。ただな、風間の頭もえげつねえ真似をするよな。どういう意味ですか。拾ってきたガキに育てた恩着せてよ。今じゃ立派にあの人の玉よけになってるじゃねえか。おめえと錦山、頭のためなら命も惜しくねえってよ。こういうの洗脳っていうのか。そろそろ本題に入ってもらえませんか、クゼの兄貴。あんたの話はさっぱり先が見えねえ。キリュウ、お前風間の頭をスパイしろ。何？殻の一粒の話はしたな。それさえ手にすりゃ俺が次の若頭、堂島組の跡目を。だがそのために必要なあの土地のある情報ってやつを檻の中の頭が握ってやる。ある情報。ああ、お前そいつを頭から探り出せ。うまくやりゃ組での将来を俺が約束してやる。あの人をまさかお前に裏切られるとは思ってねえからな。構成員2万5千の登場会、その直系道島組でのし上がったとなるや大した出世だ。それに例の殺しの真犯人も渡してやる。やっぱりあんたが俺をはめたんだな。さあな。ただこの話を受けりゃおめえは確実に無所行きだ。俺につくか、もう先のねえ風間につくか、好きな方選べ。だが返事は今だ。この場でしろ。クセな兄貴。なんだ。あんた賢いつもりで立ち回ってるんだろうが、全然器じゃねえよ。何？俺のこともおやっさんのこともあんたは何も分かっちゃいねえ。ガキ、この俺を敵に回すのか。本当にその覚悟があるんだろうな。覚悟ならありますよ。それが極道ってもんでしょうか。やっぱりお前からの呼び出しだったんだな、錦。お前今どこにいる。風間組の事務所だ。天下一通りの。風間組？なんでお前そんなとこに。今柏木さんと会って話してる。なんかいい知恵貸してもらおうと思ってよ。なんせ柏木さんはあの風間のおやっさんの片腕だ。なるほどな。
それよりお前の方はどうだったんだ。もう堂島組の事務所からはとっくに出てるんだろう。ああ、だがいろいろあった。いろいろ？そいつは直接会ってから話す。わかった。なら俺は柏木さんと風間組で待ってるからすぐ来てくれ。実はな、お前も柏木さんの話を聞いといた方が良さそうなんだ。お前、空の一つぼって聞いたことあるか？久瀬の兄貴からさっき聞かされたばかりだ。どうやら柏木さんは何もかもお見通しらしいな。俺もすぐそっちに向かう。よう、キリュウ、早かったな。すいません、柏木さん。お手間かけさせるような真似しちまって。あの。どうもありがとう。はい。よく無事だったな。お前が本家から呼び出されたってとこまでは錦山から聞いてる。そっから先何があったかは大方予想がつく。久瀬のおじきあたりが風間を裏切れとでも言ってきたんじゃねえか。ええ、そうです。どういうことなんです？空の一壺で桐生が死なせたっていう死体は銃で殺されていた。もちろんこいつがそんなことするわけがねえ。つまり誰かにはめられたんだ。たはそれもっと早く言ってくださいよ。俺はもう本当に兄弟が人殺しになっちまったのかと。錦、面倒なことになったな桐生。とにかく久瀬と何があったか全部話せ。なるほど。つまり若頭補佐の三人衆が頭の座を争っているってわけだ。風間の親父がいないのをいいことにな。冗談じゃねえ。親父さん以外に堂島の頭が務まるかよ。落ち着け錦山。それより久瀬の話に出た空の一つぼだ。お前らが知ってるのはほんの触りだけだな。柏木さんは詳しくご存知なんすか？ああ、まず今神室町のある一帯に大規模な再開発計画があってな。堂島組の例の若頭補佐3人が食い争うように地上げをしてる。それなら聞いてます。権利者バラバラの土地に根こそぎ買い漁ってるって。そいつをまとめ上げてでかく転売する腹でしょ。そうだ。だがその中にどうやっても手に入れられねえたった一壺ばかりの更地があんだよ。それが空の一壺。ああ、そいつは最近になって一帯の地上げが八割方終わろうって時に見つかった土地でな。厄介なもんで再開発用地のど真ん中にある。そこが手に入らん限りいくら周りの土地まとめても売り物にならねえ。そんなからくりがあったのか。ところでその一つをまだ誰も手に入れてないんですか？所有者が行方不明らしい。もし今出てくりゃ10億って値になってんだがな。10億？たった一つの土地が？なあ、空の一つが欠けりゃ再開発自体がひっくり返る。だが堂島組は周り一帯の地上げにもう100億以上突っ込んでんだ。一つぼ10億だろうが今さら引けやしねえ。クゼはその土地を手に入れるのに必要なある情報を風間のおやっさんが握ってると言っていました。風間のおやっさんの持ってる情報って何です？いや、わからねえ。
俺も初耳だ。でもやっぱり姿消している土地の所有者に関係することでしょうね。何にしてもクゼはその情報を親さんから探らせるために桐生をはめたってわけか。ああ、そのために人一人殺してまでな。おめえら今の状況わかるか。桐生は当然として追い詰められてんのは風間の親父も同じだ。桐生が仇殺したってことで後見人の親父もけじめを迫られる。その上クゼが殻の一つぼ手にして若頭になってみろ、奴は親父を必ず組から追い出す。組から追い出す。まさか堂島組の波紋もあり得ると。ああ、親父も無所にいる以上今は何も手が打てねえ。あの親さんが波紋？破門された極道の末路は言わなくてもわかるな。一度上までのし上がった後で底辺の屈辱に耐えられる人間は少ねえ。自殺したホームレスに元極道って肩書きがついてるのは珍しい話じゃない。 でも桐生は実際殺しはやってないんです。こいつの疑いさえ晴らしゃ親さんも破門にはならねえはずでしょう。疑いを晴らすには真犯人を抑える必要がある。そうだ、だがクゼが真犯人を握ってる以上手は出せん。相手は堂島組の幹部だ。この世界で上に噛みつくことは何があっても許されねえ。でもこのままじゃ桐生は無所にぶち込まれんですよ。俺らがクゼに手を出せば風間の親父は余計立場が悪くなる。その時点で波紋は確実になるな。だったらどうすりゃいいんですか。俺たちは柏木さん、ん？とりあえず俺の濡れ衣も殻の一つぼも後回した。今とにかく俺はおやっさんを守るために動きます。何かいい手があるのか。俺の不始末は俺一人でけじめつけます。おやっさんに責任がいかないようにするにはもうこの手しか残ってねえ。一人でけじめつけるって何する気だ。消えよ。俺は今日限り堂島組を抜ける。杯返して極道から足を洗う。キリュウ、お前今回の一件とにかく俺一人の責任としてケリをつけるんだ。その後クゼを捕まえて真犯人の居場所を吐かせ。何言ってんだ。杯もらって3年そこらのヤクザが五体満足で足洗えるわけねえだろ。最悪殺されんぞ。認めたかねえけど今の堂島組仕切ってんのはクゼだ。それを袖にしたお前が組み抜けるっつってあいつが生かしとくと思うか。杯返す先はクゼじゃねえ、堂島組長だ。それにまだ殺されると決まったわけじゃねえ。車回してくれ錦、これから組の事務所に行く。ふざけんなって。お前やけになってるだけじゃねえか。うるせえ。他に手はねえんだ。このまま指くわえて見てるわけにはいかねえ。やめろ桐生、錦山の言ってることは正しい。正しいかどうかなんてどうでもいい。所詮俺は風間のおやっさんについていくために極道になっただけの半端もんです。俺の不始末でおやっさんに迷惑かけるくらいなら俺にも覚悟があります。おめえ舐めたこと言ってんじゃねえぞ。あ？俺の言うことが聞けねえのか。ああ、キリュウ。ええ、たとえ風間のおやっさんが止めたとしても
俺は行きます。こんな許してください、柏木さん。錦、車頼む。はい、長い間お世話になりました。兄弟、お前が組を抜けると言ったってクゼの野郎がそれを許すとは限らねえ。何が起きてもおかしくない。覚悟を決めておくんだ。大丈夫だ、行こう。分かった、乗れよ。自分で決める。今まで育ててもらった恩とは別の話だ。今さら善人ぶんなよ。あんたもヤクザなんだろ。だったら俺らがヤクザになるのを止める資格なんてねえじゃねえか。キユ、俺たちはずっとあんたの背中を見て育ったんだ。いい車乗って、肩で風切って、周りの人間に頭下げられて、そういう人間になりてえって。俺たちがそう思っちゃいけねえのかよ。上がりの人間は夢を見ることも許されねってるんだ。なあ、今お前何考えてた？何も、ぼーっとしてただけだ。おらよ、いつだったかおやっさんに殴られていた時のことを思い出してた。俺たちがこの道に入る前の晩だったよな、確か。てっきりお前も同じことを思い出してるもんだと思ってたよ。やっぱりおめえにはかなわねえな、兄弟。見慣れたはずの事務所が今日はやけに不気味に見えるな。お疲れ様っす。親父は？堂島組長は事務所にいるか？ええ、いらしてます。ここで降りんのは俺一人だ。え？組長に伝えてくれ、桐生一馬が
杯を返しに来たってな。桐生さん、本気っすか。ああ、すまなかったな錦。お前はもう行ってくれ。本当にやるんだな桐生。組長に話をつける。死ぬと決まったわけじゃねえ。せいぜい器用にやってみるさ。お前にそんな真似ができるのかよバカ野郎が。またな兄弟。組を抜けてってことでいいんだな君。はい、組長に破門のお願いに上がりました。お取り次ぎ願います。クゼの兄貴。ああ残念だったな。土曜の8時じゃダメだ。親父のお気に入りのテレビの時間なんでな。話だったら代わりに俺が聞いてやる。てめえ縁故も詰めてねえじゃねえか。手ぶらで組抜けの挨拶とはな。てめえ極道舐めてんのか。ああ、あんたと話に来たわけじゃねえ。組長はどこにいるんだ。今現場で組仕切ってんのはこの俺だ。口の利き方には気をつけろよ。あ、縁故は詰めねえわ。金も持ってこねえ。挨拶だけで組抜けさせてくださいってか。お、おれ学生気分で敷居またげろと。極道の世界甘くねえぞこら。今なら全部水流してる。風間の頭から彼の一粒の情報を聞き出せ。もうそれしかお前に生きる道はねえんだからよ。組長に会わせてもらえませんか。ほら破門してもらいに来たんす。答えはノーってことか。そうかい。じゃあもういいわ。てめえは使い物にならねえってことだな。お前には俺のそばについてのし上がるチャンスがあった。そいつを蹴らなきゃ死なずに済んだのによ。あ、米田。はい。消し方考えろ。地味ですけど山ん中で生き埋めが一番かと。薬品でドロドロにして流すってのもありですが。ああ、死体は残せよ。後々こいつの死体が見つかった方がいいんだ。堂島組は身内のしつけには厳しいって方が本家の評判も上がるってもんよ。うん。
あんた。ああ。クミを勝手に殺すのか。組長に無断で。寝ぼけてんのか。もう親父なんて関係ねえよ。てめえは組抜けたんだろうが。ああ、確かにそうだ。その言葉、待ってたぜ。何？てめえ。てめえ、兄貴分に向かって何しやがる？兄貴分だと？俺はもうこの組の人間じゃねえ。あんたさっきそう言ったはずだ。かかってくんのはあんたらの勝手だが、こっちも遠慮なく手出させてもらう。クゼの兄貴、こいつは俺がやらせてもらいます。任せる、好きにしろよ。待て、あんたにはまだ話がある。俺にはねえ。どうせお前はここで死ぬんだ。もし生きておらんとこまで来られたら、話ぐらい聞いてやる。なら首洗って待ってろ。覚悟はいいな。いつでもいいぜ。来い！派手な短歌切るだけあって、なかなかやるな、おめえさんも。風間の頭も、いいガキをスカウトしたもんだ。俺がまだボクシングやってた頃に、おめえと会ってたら、プロモーターになりたいぐらいだ。クゼ。口が聞けなくなる前に吐け。殻の一粒の真犯人は誰なんだ。どこに隠してる。ガキが調子に乗りやがって。下にいた役立たずどものせいで勘違いさせてまったらしいが、堂島は甘く見るなよ、キリ。お前はもうこの手で直接やらねえと気が済まねえ。いつまで脳がきたるてんだ。さっさとかかってこい。
かかってこねえならこっちから行くぜ。タイマン張ってたんじゃねえのか、クズ。堂島の若頭補佐ともあろうもんが、みっともねえ恥さらしやがる。風間の器にはほど遠いな。でも親父、その頭が拾ってきたガキがこいつです。桐生一馬です。お前、取り立てで相手ぶっ殺しちまったそうだな。バカな真似しやがって。そのことで組長にお願いに上がりました。俺は誓って殺しはやってません。ですが疑いがかかってる以上、組に迷惑をかけられません。だから俺を破門にしてください。虫のいいこと言ってんじゃねえぞバカ野郎。おやじ、こいつは俺がきっちりけじめつけます。これ以上おやじに迷惑かけませんから。お前、片毛に手かけんのか。桐生はお前の裁量で組抜けさせたんじゃなかったのか。そのこと、いや、俺はしてません。親父に向かって嘘はよくねえな、兄弟。あわんでも、俺もはっきり聞きました。桐生はもう組を抜けた人間だ。それを殺すのに親父の許しはいらねえ、そう言ってましたよね、クゼの兄貴。てめえら、クゼ、これ以上無様さらす気か。さあ兄弟、クゼ剣の会の人間なら作法は知っていますよね。兄貴の好きなけじめです。男、見せてください。
うちの若頭補佐が一度口にしたことだ。桐生一馬、今日限り堂島組を破門とする。堂島組長、ありがとうございます。桐生、ここまで苦労して組を抜けたかった理由は何なんだ。俺と風間のおやっさんの身の潔白を明らかにするためです。今回の一件、俺は殺しをやってません。風間のおやっさんも全く関わりありません。ですが、あの一つまで俺が金を取り立てた男が死に、組に迷惑かけちまったのは事実です。俺は組抜けて責任取らせてもらいます。ですから、どうか風間の親父のことだけは。さあ、飯でも食うか。はい。堂島組長、お前が組抜けて取れる責任ってのは何だ。それは絶対に俺が、あの一粒で男を殺した犯人を捕まえます。それで俺と風間のおやっさんの身の潔白を。そうか、その必要はない。でも犯人は。犯人？そんなのはサツが勝手に探す。お前はもう仇だ。それじゃけじめがつきません。けじめ？だからてめえは仇だろうが。今さらごちゃごちゃうるせえんだ。お前は自分の不手際があると認めるところはあるんだろう。はい。少なくとも自分があの場所で追い込みかけなければ、ひょっとしたらこんなことには。だから破門を申し出た。そうです。安心しろ、けじめならきっちり取ってもらうさ。え、風間が拾ってきたガキ、キリュウ、お前の不手際であの土地に手が出しづらくなっちまった。その責任は風間に取ってもらう。お前もさっきまで極道だったんだ。この理屈はわかるだろう。堂島組長、極道は一度身引いたらしまいだ。お前は仇として幸せになる道でも探すんだな。どうすればいいんだ。じゃあ俺はどうすればいいんだ。立てますか。このままだと風邪をひいてしまいますよ。私は橘と申します。橘、あなたが今置かれている状況は全て承知しています。私はあなたと会うこの時をずっと前から待っていたんです。少しだけ話聞いていただけませんか。桐生一馬さん、
食事まだ済んでませんよね。よかったらいかがです？悪いが空気にはなれねえ。あんたが誰かを聞くまではな。私に危険はありませんよ、桐生さん。くつろいでください。俺の服はだいぶ汚れていましたのでクリーニングさせています。すぐにお返ししますよ。立花さんだったな。ええ、ご安心ください。私は片木の人間です。神室町で不動産屋を営んでいます。不動産屋？それが俺に何の用だ。料理本当に食べないんですか？右手は義手です。武作法なのはご容赦を。数年前に失ってから寒くなると痛みます。不思議なものでないはずの指先までうずいて鎮痛剤も効きません。四六時中痛みを我慢するだけです。でも痛みを顔に出すのは面倒なんでやめました。そんなことは聞いてねえ。桐生さんは登場過女という言葉を知ってますか？登場過女。いくつもの花が集まって大きな一つの花になっているものをそう言います。実はあなたもよくご存知のある花もその登場過女でしてね。何の話をしてる？ひまわりですよ。ひまわりのあの大きな花はたくさんの小さな花の集まりなんです。子供が集まる養護施設につけるにはいい名前です。風間さんがひまわりと名付けたんですか？あんたは一体？あなたはひまわりで錦山さんと兄弟同然に育った。もう一人、沢村由美さんというお嬢さんもです。やがてあなたと錦山さんは親と慕う風間さんを追って極道の世界に入った。そして今は殺人の濡れ衣を着せられ、その影響で風間さんも波紋の危機にある。もういい。あんたが俺を調べたってのはよく分かった。大した情報源を持ってるらしい。だがなんで俺を調べた？あんたの目的は何なんだ？今神室町の不動産屋が欲しがるものといえば一つしかありません。殻の一粒に決まっているじゃないですか。また殻の一粒か。私と手を組んでいただけませんか、桐生さん。堂島組の若頭補佐たちが殻の一粒を手にすれば風間さんは波紋を免れません。ですが私があの土地を手に入れれば風間さんを守ることができます。それにあなたの濡れ衣も晴らさなければ神室町における我が社の情報網はちょっとしたものです。私と手を組めばきっと真犯人を追えます。なんでそこまでして俺を引き入れようとする？あんたの本当の目的は何なんだ？俺の服を返してくれ、立花さん。私の申し入れを拒むと？あんたの話は俺にとって都合が良すぎる。この街じゃそういう時ほど用心しなきゃなんない。生き残るためにはな。なるほど、少し甘く見ていたようですね。でもいつか考え直してくださると信じています。せめてこの名刺だけはお持ちいただけますか？ああ、わかった。服はすぐに持ってこさせます。では
私はこれで。柏木さん、キリュウ、錦、お前大丈夫だったのか。おい、マジかよ、よく殺されなかったな。はあ、なんとかだが、これで俺はきっちり堂島組を破門になった。そうか、それじゃあおやっさんももう大丈夫ってことか。おやっさんのことはまだだ。俺の濡れ衣が晴れねえ限り、堂島組はおやっさんに責任かぶせる気でいる。なんでだよ、お前がもう組を抜けたってのにか。ああ、ただそれでも一歩前進だ。堂島の大門が外れた以上、こっから好きにやらせてもらう。クゼを捕まえて真犯人の居所を吐かせてやる。そうだね、わかった。それじゃあとりあえず柏木さんにも伝えねえと。行こうぜ。いや、俺は登場会から破門された人間だ。もう風間組の事務所には入れない。柏木さんにはお前から伝えてくれ。おい、何言ってんだよ、水くせえな。いいから来いって。せめてものけじめだ、錦。きっちり筋は通す。筋って、お前は何も悪いことしてねえのによ。だったらお前この後アパート帰るだろ。俺もすぐ行くから、詳しい話はそこで聞かせてくれ。分かった。じゃあ後でな。俺だ、キリュウ。入るぞ。ビールしかねえぞ。分かってるって。他に期待しちゃいねえ。錦、あれから柏木さん何か言ってたか。いや、何も。そうか。でもお前が生きて戻ってきたの見てから、またすげえ勢いで冷麺食ってたよ。それまではむっつり黙って何にも喋らなかったんだけどな。あの人らしい。だろ。そうか、あのクゼが縁故詰めることになるとはな。何が起きるかわからねえもんだ。ああ、だがまだこれからだ。若頭補佐の三人のうちの誰かが空の一粒を手にすりゃ、風間のおやっさんは組を追われる。それに俺の殺しの濡れ衣も晴らさねえと。サスに目つけられたらもう終わりだ。そのことなんだけどよ、キリュウ。実はな、東光クレジットの社長、さっき殺されたぞ。何？ニュースになってる。会社の中で撃ち殺されてたらしい。あの社長はクゼの指示でお前を空の一壺におびき出したんだろう。多分クゼがその口封じに殺させたんだ。クゼは、あいつはそんなに簡単に人を殺すのか。あのバカ何だってやるさ。てめえの身を守るためだ。正面切ってクゼから真犯人聞き出すってのは相当難しいぜ。他のやり方考えねえと。他のやり方？いや、そんなもんがありゃ苦労しねえか。
錦。お前立花不動産って知ってるか？あ、立花不動産。組を抜けた後、その立花って男が来たんだ。空の一坪を手にするために協力しろとな。奴は俺の濡れ衣を晴らせるとも言っていた。おい、待て、キリュウ。俺知ってるぞ、この立花不動産。奴ら、空の一坪にまで手出そうとしてんのか。どういう連中なんだ？立花不動産は、町に事務所構えてるような真っ当な会社じゃねえ。俺も聞きかじりだけどよ。一言で言え、カムロ町に特化した不動産乗っ取りのスペシャリストだ。不動産乗っ取り？ああ。今、カムロ町は狭い土地に、飲み屋やら風俗やら店がひしめき合って空きがねえ。しかもそのほとんどを東上界の極道たちが仕切ってる。だが立花不動産は、そのカムロ町の鉄の壁に穴を開けることができるんだ。鉄の壁に穴を開ける。どんなに繁盛してる店だろうが、立花不動産が目をつけりゃ数日持たずに中の人間は追い出されちまう。金、脅迫、嫌がらせ、ヤクザ顔負けのやり口で店潰しちゃ、空きになった不動産を転売するって話だ。たとえ東上界のケツ持ちと勝ち合おうが、お構いなしにな。今時の不動産周りは金の足掴み競争だ。得体の知れない連中が群がってるけど、その中でも立花不動産は札付きだ。東上界本家も連中を排除しようと追ってるらしい。本家か。そのくらい厄介な連中ってことだ。けどそいつらがおめえの味方につくとなると面白くなるな。信用できる相手ならの話だ。なんで俺を引き込もうとするのか、立花の腹が読めねえ。なら明日少し突っ込んで立花不動産を調べてみようぜ。探ってみる価値はある。いや、調べんのは俺一人でやる。あ？お前が俺と一緒に動けば堂島組に目をつけられる。お前は関わるな。キリュウ、組抜けると決めた時から一人でやるのは覚悟の上だ。この店は何時から開くんだ？誰？店ならまだ準備中だよ。立花不動産の話を聞きに来たんだが、あんたここの店の？店長だけど、もしかして人生一家の人？人生一家？なんだ、違うのかよ。おい、ちょっと。少しだけ話を聞かせてくれないか。あんた、立花不動産にこのビルから追い出されそうなんだろう。なんなの、あんた。
さっき言ってた人生一家ってのは？登場会の四次団体でこの店のケツ持ちしてたヤクザ、毎月きっちりみかじめ料を取ってたくせによ、立花不動産に追い払われちまって。極道が仇相手に退いた。ああ、呆れたもんだよ。このビルの他の店はもう立花不動産に立ち退かされたのか？ああ、ある時急に立花不動産が来て、このビルのオーナーになったから全員出てけってさ。中には立花不動産って聞いただけで店閉めるやつもいて、残ってんのはもううちだけ。あんた家族で店に住んでるのか？住む場所別にする余裕なんてないからね。神さんはビルに住み着いてるホームレスが怖いって奥から出てこなくなったよ。連中よこしたのも立花不動産の嫌がらせ。ホームレスにビルの中で小便させたり大声をあめかせたり、不審火まで出しやがる。立花不動産の人間も毎日来るのか？最近来るのは無言電話だけ。夜通し何百回ってかかってくるよ。誰だ？なんで急に。どうしよう、5、6人はいる。生瀬さん、立花不動産です。入れてやってくれねえか、連中と話してみたい。安心しろ、何があっても俺が守ってやる。わかった。小田さん。どうも生瀬さん。どうすか、立ち退きの件考えてくれました？うちは出ていきませんよ。そうは言ってもこのビルはもううちがオーナーになってるわけだし、勝手な都合を並べて居座られちゃ困っちゃうんだよな。だからって毎日毎日嫌がらせしやがって。うちに赤ん坊だっているんだぞ。見ない顔だけど、そちらさんは？ねえ生瀬さん、こんなヤクザに耐えると後が怖いですよ。あいにく俺は仇の人間だが、この店の用心棒と思ってくれている。用心棒？誰に対してのです？立花不動産って仇面したヤクザだ。別に部外者が何言おうが構いませんが、まあそれより今日はちょっと預かってきたもんがありましてね。これ人生一家の親分さんからです。何それ？今まで生瀬さんが人生一家に取られたみかじめ料、月3万の3年分に色付けて200万。生瀬さんの代わりに取り返しておきましたよ。極道から金を取り立てた、あんたらがか？200万。それとうちの社長から気持ちとしてプラス200万。お子さんのミルク代にもう200万かな。ねえ生瀬さん、もうこれで手打ちましょうよ。早いとここのビルから出てっちゃもらえませんかね。金の問題じゃねえ。俺はな、勝手な理屈で弱いもんの人生好きにできるって、あんたらのその態度が気に食わねえんだよ。綺麗事はよしましょうや、生瀬さん。もうこれ以上ごねてもあんたのもらいは増えませんから。あ？見えすぎた芝居しやがって。金の問題じゃなかったら何の問題だ、こら！何か？あんたにはあの泣き声が聞こえねえのか？
子供の前で親の顔にさっさば叩きつけるのが立花不動産のやり方か。そちらさんも人様に説教垂れるほど真っ当な人間には見えませんがね。まあいいでしょう。生瀬さんにはこちらの誠意が通じたと見えますし。何勝手なこと言ってんだ。生瀬さん、今夜あたりお電話いただけそうですね。いいお返事を期待していますよ。今時こんな街で妙な正義感匂わせちゃ命が危ないよ、お兄さん。お遊びはほどほどにしないとね。あんた、この店閉めて出ていくのか。出てけと言われてさっさと出てった連中はバカだ。辛抱を重ねりゃこういうボーナスが出てくるってのによ。あんた、さっきまでいた他のホームレス仲間はどうしたんだ。もうここでの仕事は済んだってさ、次のとこに移されてったよ。次のとこ、どこだ。さあね、いろいろだよ。立花さんとこは手広くやってるから。どういう連中なんだ、立花不動産ってのは。何が目的か知らんけど、あそこに関わんのはやめときな。あの人たちはカムロ町の闇だよ。闇？俺から見りゃヤクザなんかよりよっぽど怖い。カムロ町中に目と耳を張り巡らせてるから、相手がヤクザだろうが弱み見つけ出してすぐに金玉握っちまう。人生一家もその手で追い払われたってわけか。聞いた話じゃ、人生一家の組長、この間東条海本家から呼び詰めさせられたらしいよ。何？本家への上納金ちょろまかしてんのが匿名でチクられてね。もっともチクられたのはそのほんの一部。全部ぶちまけられたら組長絶対殺されるっていう。なるほど。立花が小出しにチクって脅しをかけたってことか。別に俺は立花さんとこがやったなんて一言も言ってないよ。ただヤクザのそんな弱み探り出せんのあそこ以外にはまずないだろうけどね。俺があとあんたに言ってやれるのは、立花からは手引けって忠告くらいだね。やっぱり酒は命の水だな。これで話をしやすくなったな。なあとも、酒のおかげで口も滑らかよ。大丈夫なんだろうな。大丈夫大丈夫。つっても俺らが知ってることなんて大したことないと思うけど。立花不動産の仕事をしたことがあるって話したか。ああ、言われた場所に一日中居座っているだけ。地上げの嫌がらせにさ、簡単なバイトだよ。さっきも一件終わって日当もらったとこでさ、明日からまた違う場所で居座り。さっきまでやってたのってハクアビルだろ。俺も見てきたから知ってる。なんだ、それ知ってんだったら他に何が聞きたいの。そのバイトってのは立花不動産の方から声をかけてくるのか。
ああ、今のあんたみたいに俺らに近づいてきてね。そうだ、東城会のヤクザの方でも俺たちに同じバイト頼んでくることがあるよ。その連中も地上げ屋だ。今時はホームレスも使いようなんだね。俺たちは立花さんとこだろうがヤクザだろうが金さえもらえりゃどっちでも構わねえけどさ。なるほどな。もう一つ聞かせてくれ。立花不動産の連中がよくいる場所ってのはあるか？ああ、それならチャンピオン街だね。よく出入りしてんの見かけるよ。あの辺りは今地上げのメッカだ。なんせ小さな飲み屋ばっかだから、そこの連中を追い出して一手にまとめ上げれば高く土地が売れるんだろうよ。立花不動産がチャンピオン街を地上げしているってことか？多分ね。ただあそこは立花不動産だけじゃなくて東城会の連中も狙っているから、あんたみたいなヤクザが行ったらあそこの住人たちに煙たがられるよ。そうか、参考になったよ。ありがとう。おい、そこのあんた何しに来た？この辺で筋もんに飲ませる店はないよ。立花不動産の人間がここに出入りしているって聞いてきたんだが、今もいるか？あんたまた東城会の若い衆か？いや、そうじゃない。あんたらの店を地上げしに来たわけでもない。よく言うな。だったら立花不動産に何の用だ？あの連中のことを知りたいだけだ。あんたらに迷惑はかけない。あまり歓迎されてないようだな。俺らはもうヤクザにうんざりなんだよ。お前らはここらの店をゴミとしか思ってないんだろうが、俺らにはもうこの場所しかないんだからよ。そんなに追い出したきゃ俺ら殺すしかねえぞ。俺は立花不動産の話を聞きに来ただけだ。ふざけんな。お前ら聞く耳持ったことなんかねえだろ。なんだこいつ。少しは話を聞く気になってくれたが、あんたらに怪我させるつもりはなかった。俺は立花不動産の人間がここで何をしているか知りたいだけだ。あの人たちを売る気はない。ここの住人なら誰だってそうだ。ん？連中もここで地上げしてるんじゃないのか？違う。あの人たちはヤクザの地上げから俺たちを守ってくれている。あの人たちのおかげで今日のチャンピオン街がある。なんだと？そうでしょう、小田さん。どうも。誰かと思えばスナックナマセのお兄さんか。あんた、カタギの人間とか言ってなかったか？なかなか信じてもらえねえが、今はカタギだ。前は道島組にいたかな。道島組かよ。東城会の中でもよりによって。俺は組を破門された身だ。もう関係ねえ。その元ヤクザがなんで俺らのこと嗅ぎ回ってる？あんたらの社長から手を組まねえかと誘われたもんでな。あ？あんた名前は？キリュウだ。そんな話聞いてねえぞ。待ってろ、社長と話してみる。わかりました。じゃあそのように。え、それじゃあ。社長は何つってた？
うちのことを深く知りたいなら昨夜社長と会った部屋に来いとおっしゃってる。直接会うそうだ。そうか、分かった。もうここには来んなよ。ここの人たちはヤクザが嫌いだ。そういや、あんたらがヤクザからチャンピオン街守ってるってのは本当か？ま、一応ね。社長の方針があるからさ。方針？この辺の土地は神室町が戦争で焼ける前からいるような人たちのもんらしい。うちの社長が言うには、ここらは神室町の根っこだ。俺たちみてえな新参者に好き勝手する資格はないってさ。さっきのビルの時とは随分態度が違うんだな。白亜ビル？あそこの連中は所詮流れ者の寄せ集めだ。あんたもスナック生瀬の店長見たろ。さも仇の被害者ですって面してたがよ。あいつらだってよそから流れてきた時、元いた住人追い出してんだから、因果応報ってやつだよ。ま、俺は社長のポリシーに従ってるだけでね、偉そうに言うつもりはないけど。それでもあんたらにはあんたらなりのルールがあるってわけだ。俺は織田ってもんだ。立花社長とは古くてな、大抵の現場は俺が仕切ってる。で、あんた結局どうするんだ？うちの社長に会いに行くのか？ああ、会ってもう一度話を聞かせてもらう。どうやら立花不動産ってのは思っていた以上に腹の底が見えねえ会社なんでな。